カスガ町駅は山梨県笛吹市カスガ町別電にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO40 太平洋戦争後に設置された駅である。開業当初は所在地の地名から別電駅と名乗っていたが1993年にカスガ町にある唯一の駅としてカスガ町駅に改称された。愛知県カス市にある カスガイ駅と区別するため、駅名に町がついている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームはかさ上げされていない。当駅の東京より約150メートル手前で分岐して、当駅の松本方面ホーム手前に至る短い側線が1本ある。この側線終点には星作業車用の車庫が設置されている。 線路はほぼ北東から南西に付設されており、東京方面ホームが線路の北西に、松本方面ホームが線路の南東にある。当駅には駅舎はなく、各ホームの東京よりが階段になっており、改札がある。ホーム間は、古線橋や構内踏切などでの連絡はなく、一旦改札を出場し、駅に隣接している別電踏切を経由して移動する。 甲府駅管理の無人駅で自動改札は設置されていない。各ホームの出入り口に簡易水化改札機及び乗車駅証明書発行機が設けられている。以前は自動券売機が東京方面ホームの改札付近に設置されていたが撤去されている。運賃は到着駅での生産となっている。IC カードへのチャージは他の自動券売機設置駅での取り扱いとなる。 国鉄時代の一時期は、ホーム有効長が短いために、遠山に羅崎間のみ運行する区間普通列車のみ、停車していたが、2021年時点では普通列車の全列車が停車する。案内上の番線番号は設定されていない。1日平均人員は、山梨県統計年間の数値を1年の日数で割って算出。駅、南側広場急。 春日ガ町唯一の鉄道駅で、町域南部平坦地の山梨市寄りに位置する。東京方面ホームの出口脇には観光案内所と公衆トイレがあり、松本方面ホーム脇には、ロータリーと日中は無料で入浴可能な足湯が整備されている。春日ガの中心部、笛吹市春日ガ市所周辺へは、直線距離で約800メートルの距離である。 カス井町駅停留所が設置されており、山梨厚生病院や伊沢温泉駅へと向かう、平和交通の路線が発着する。なお、いずれの路線も、土日祝日及び12月30日から1月3日は、運休となる。別電駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。